おはようございます。え、名前教えてください。森下春です。え、あの YouTube 森下春、プロサーフ森下春やってますよね。はい。え、今回は YouTube 撮影ないんですか？今回はちょっとあのカメラマンが同行できなくて一人なんで、今回はちょっと撮ってないです、ね。あ、それは残念ですね。楽しみにしてる人もおると思うからね。撮りたかったんですけど。え、今回板は何で、コナミの時はどんな板使うんですか？これあのツインスタビ使ってます今回は。おお、なんか遊びっぽくも見えるけど試合でいけるんだ。そうそう、試合でも使えるようにっていう風に使ってもらいましたね。さすが。まああの何、大会シェイプさんで相談してやったんだ。そうですそうです、シェイパーの大会さんと話しながら、まあ、これだったら試合で使えるでしょうっていう。じゃあもちろんさ、 NSA で1級とか2級で出てる、うん、面の人たちもこれコナミの時だったら使える仕様なんだね。ああ、使えると思います。プロが使うぐらいだからね。はい、自信持って言えるんだ。はい、これはあくまでも遊びではないんだ。そうですね、両方いける感じ。いや、もうあの普段のコナミの時でもあの、まあ、いいサーフィンできて楽しいじゃないですか。はいはいはい。だからなんかもういいサーフィンをするためのみたいな。じゃあある意味一般サーファーにおすすめじゃないですか。めっちゃおすすめです。これ結構インスパイアでも今人気のあるモデルな。浮力上げたら僕でも乗れる感じ。あ、乗れると思います。ね、ちょっとごつくしちゃいいんでしょ。はい、そうですそうです。ね、なんか形的にも乗りやすそうだし、うん、それでいて、まあ、今日みたいな力のないコンディションとかでも全然走ってくれるんで。なるほどね。で、試合にも使えて遊べるって最高のマジックボードですね。そうですね。ね、そうです。ありがとうございます、試合中で。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。